今回のオーダーはこの25ミリの球体の中に作っていくんですけど、イメージのお写真をいただいてまして、そちらのように真ん中に時計があって、周りに歯車が螺旋状に並んで、で一番上のところに、手書きの、フラワーを持ってくるということで、一応こんな感じ、ですね。これは、ちょっとこちらと違うんですけど、真ん中に時計が来るんですけど、この周りに、ぐるっと下から、ブリオン、クリスタルなどを少し螺旋状にこう、手前に来るような感じで置いていって、で最後にこう一番上にお花が来るような感じで描いていくというものを作っていきたいと思います。ですね。その前に一つ、こちらは少し大きなタイプになるんですけど、シールの上にガラスがあって、ちょっとぷっくり立体的に見えるというものなんですけど、これの問題点が、これだけ見るとちょっとぷっくりしてすごく可愛いんですけど、これがレジンの中に入ってしまうと、この上の部分のガラスの部分、ガラスなのかな、これレジンなのかな、レジンかな、このガラスの部分が見えなくなってしまって、裏のシールがペタッと中に入っているような感じに見えてしまうと思うので、どういう風になるかっていうのをちょっと参考のために作ってみたいと思います。これを使ってちょっとお試しでどういう風になるかっていうのを見ていきたいと思います。中の時計だけを見てもらいたいので、ちょっと簡単に作りたいと思います。こちらをですね、このまま中にポトンと入れます。でこんな感じで硬化します。そしてこちらですけど、少し色を入れたいと思います。こんな感じで、こんな感じでちょっと一旦色を入れて硬化します。3タイプ作ったんですけど、これが何も入れずに作ったもの、シールが入ってる感じなんですね。カラーを入れた感じ。そしてこれはオーロラ、さほど変わりはないかな。色を入れたところでやっぱり、見た目が同じ。これちょっと一つ大きいタイプが入ってたからちょっとでかくなったけど、変わりはないので、このままの状態で色を入れずにいきたいと思います。シール、この裏のシールですね、シール自体がすごく可愛いので見栄えはするかなと思います。本当はこういったものは、レジンの上に貼ってあげたりとかすると可愛いんだと思うんですけど、中に入れるよりも上に貼った方が逆に可愛いのかなと思いますけど、今回は入れていきます。早速作っていきたいと思います。宇宙玉レジンを作るのと同じような感じで、背景、ベースカラーと背景カラーを入れていきます。ラメは今回は、歯車がゴールドな、歯車がゴールドなので、今回はゴールドのラメを入れたいと思います。ゴールドのラメとホログラムグリッター、こちらを入れていきます。そして背景カラー、宇宙と同じような感じの背景カラー作ります。ブラックに、今回日本のお写真はちょっと赤系というか、赤系、オレンジ系、ピンク系、なんかそんな感じの色なんですけど、今回はグリーンベースのものにして作りたいと思います。なので背景も少しグリーンを入れて、おっと、ここに一層入れるの忘れてた、危ね。ではここに入れていきます。これで硬化します。そして、次は背景カラーです。グリーンとブルーを使っていきます。で、グリーンはいろんな色があるので、私が持っている中で4つの
グリーンがあるんですけど、今回イエローは入れないでほしいって言われたので、こちらを入れるとどうしてもイエローに近くなってくるので、このグラビティグリーン、こちらは、ちょっとのどけて、これはアビスグリーンはどちらかというと青に近い、ブルーで、こちらは宇治抹茶みたいなグリーンになるので、これを使っていきたいと思います。少しキラキラが見えるように若干薄めに作ってみました。グリーンベースで青が入るって言われてたので、この3色を使えば、必然的にグリーンメインの色になってくるんじゃないかなと思いますので、4色ですね。ではこんな感じの色ですね。少し違う感じのタイプの色になります。そしてこちらが一番基本的なグリーンになります。でこっちはブルーですね。純粋なブルー、こんな感じで入れていきます。そしてこちらは1色ずつ硬化します。次は少しずらしてこちらのグリーンを入れていきます。もう入れるというよりも、塗るという感じの方が、こう色を見せたいときは塗った方がいいかもしれないですね。そしてこれでまた硬化します。エメラルドグリーンを入れていきます。これで硬化します。ブルーを入れたいと思います。これで硬化します。背景カラーができました。そしてそこに、螺旋状に描いていくんですけど、どうしても球体って下の方の面積小さくなってます。上に行くにつれて大きくなっているので、球体があって真ん中に一番上のところに時計が入ります。そして本来ならば一番下からだんだんと大きなもの、ここにお花が入る、こんな感じにしたいんですけど、同じ位置に持ってくることができなくて、どうしてもこの形からいくとこうなるっていうのが極端ですけど、だんだん外に向いてくるという感じなので、もしかしたら時計で一番下に入れたものが見えなくなる、あと下に入れたものの方が膨張して大きくなるので、この下小さくしてだんだん大きくするというのがちょっと難しいかもしれないので、もう極端に小さいものを入れてますので、じゃあどうなのかなとは思うんですけど、一応横から見たらこう螺旋状に上がってるっていうのが横からは確認できるというようなものになるのかなと思います。ではやっていきたいと思います。あと球体っていうのがあまり端の方に来ると、正面からだと見えなくなるんです。なので、目いっぱい、球体目いっぱいに、まあ、こう、ものを入れると、このあたりが見えなくなってしまうっていうのがあるので、ここもどうかなと思うんですけど、正面からは見えないけど、少し斜めにしたら見える。あとは、ちょっと、本当に膨張するので、絵に描いたような綺麗な螺旋は、作るのは、この形上難しいのかなと思いますけど、で、球体に入れたらどんな風になるのかなっていうのもまた逆に面白いのかなと思いますので、そんな感じで見てもらえたらなと思います。少しずつですね。これで硬化します。完全にまだ固まってないんですけど、どんどん乗せていきます。
かりますかね。見えないかな。そしてクリスタルはダイヤモンドカットになっているので、正面が上を向くように。よいしょ。こうやって見てもらうと、少し螺旋状になっているのがわかると思うんですけど、実際に球にした時にどうなるかがちょっとまだ問題ですけど、ほんの少しずつ今見てる限りではすごく綺麗なんだけど、こう全部が同じ位置を向いてるのも面白みがないので、少しだけちょっと浮かしたりとかしたいなと思って、少しだけ浮かして、浮かして、手がもう一個欲しい。よいしょ、今だ。ちょっとこう遊んでみました。こんな感じで、横から見たらすごく綺麗。ただこれだけでもすごい綺麗な感じ。ね。なんか入れるのが、ちょっとこれを入れるのがもったいなくなってきた。ほら。めちゃくちゃ綺麗。色もゴールドラメいいな。なかなかいい感じ。まあ、合ってる。全体になじませる感じで、よいしょ、12。おお、綺麗。とこっちが正面で、こんな感じ。うん、いいんじゃないの。で、今こんな感じで途中まで行ってるんですけど、ここにこの部分にお花を描きたいと思いますので、少しこう段差があるので、その段差をなくすようにちょっとレジン液を足していきたいと思います。こんな感じでちょっと滑らかにして硬化します。ここに段差をなくしました。ここにお花を描いていきます。今回このオーダーをくださった方は、もう何年も前からオーダーいただくんですけど、いつもこう斬新なアイデアというか、こう自分でこういったものができないですかって、まあそこにはすごい無理な部分とかも、そのレジン実際に作らなくてイメージだけで言われるので無理な部分とかもあったりするんだけども、そこはこうお互い話し合いながら結局2人で考えて新しい作品が生まれてくるという感じで、この方がオーダーしていただいたものが他の方が見てすごく気に入ったっていうことで、なんかすごい広がりが生まれてきたという感じの作品が多くて、なんか今回のもいいなとか欲しいなとか思うんじゃないかなっていうようなものが、だからいつもプロデュースって言ってるんですけど、今回も新たなプロデュース作品が生まれそうな気がします。で、お花を描いていきます。垂らし込みネイル、垂らし込みフラワーなんですけど、腕を濡らして、私は全部をくちゃくちゃって混ぜるんじゃなくて、なんかこう色を調整しながら中の方が見えてほしいので、ちょっと花は薄めにしたいと思います。もう水滴みたいな感じで、そして中の水分をちょっと取ってあげる。このくらい薄い方が
透けて中が見えるからいい気がしますので、このくらいエンボスヒーターで、そして5枚の花びらを作りたいので、こう花びらはなんかこうふにゃふにゃっとこう綺麗じゃなくて、ちょっとふにゃふにゃってした感じのものが私は好きなので、あの手が震えるくらいのちょっとふわふわっとした感じの花びらの方が私は好きなので、こんな感じで描きます。で乾かしましたので3枚目を描きます。中に描いてるっていうか作ってる、時計とか歯車の妨げにならないくらいの薄い淡い感じで持ってきたいので、4枚目を描きます。ちょっと重ねて、分かりますかね、見えますかね。そして5枚目、最後の1枚を、本当に薄くしたいね、せっかくだから透けて見えた方がいいので、こんな感じかな。一層レジンを入れます。そしてもう一つ重なるような感じでここにお花を置きたいと思います。レジンで閉じます。こんな感じで終わりましたので、あとは閉じていきます。色もめちゃくちゃ綺麗だし、いい色になったと思う。では貼り合わせます。せーの、はい、では開けてみたいと思います。わ、なんかもうここから見てもなんか綺麗かも、楽しみ、不思議ね。ちょっとじゃあ仕上げていきます。こんな感じです。もう本当にね、あの中にこの見てもらったら分かるんだけど、こんなにちっちゃいもの入れるのに、中に入れるとこんなに大きくなってしまうんです。これだけ差が出てくるんですよね。
では研磨していきます。コーティングしていきます。ちょっと大きいから、よいしょ。硬化します。